前回ぐらいから、はい、調子はいいかなって思うんですけど、予選2レースでしたね。まあ、そうですね、自分的に、ね、結構いい感じでかけられたんで、はい、まあ、いい方向に進んでると思います。あの去年秋に A 級で4回してきた時に、あ、はい、あのちょっとまだ選考が足りないなみたいな話してたんですけども、はい、結構、ね、前回も積極的にかけてるし、いや、もう前回からちょっと気持ち切り替えて、切り替えてそれまでちょっと控えめだ、控えめっていう感じ。いや、なんかもう7番手になるぐらいだったら中段中段で、あ、こうしっかり戦わないと S 級じゃ勝てないなと思ってたんですけど、それが逆に僕的にはちょっと無駄足使うっていうか、あんまちょっといい感じじゃなかったんで、吹っ切れてちょっと先行して7番手でもいいかなっていう感じで競争スタイル変えたら、まあ、いい感じに進んでったんで、いい、まあ、A 級と変わらず自分のスタイル、自分のスタイルで、なんかね、前回も順位を守られてましたけど、そこまで悪いようには映像には見えなかったんですか。まあ、そうですね、うん、着はそんなに良くないですけど、はい、自分的には今の出来じゃ全然、うん、あともう少しで3着まで残れるかなっていうのもあるんで、そのままいけばいい感じになってる。そうですね、もうちょっとここでもう一回いい感じで波に乗れればいいんですけど、そうですね、まあ、積極的なタイプも別戦にはいますけど、まあ、その中でもいけるところでしっかり、いや、もう積極的にみんな強いんですね。強いんですね。じゃあ後ろもしっかりですからね。そうですね。そうですね。